どうも皆さん、こんにちは。いや、こんばんはかな。ガズレレのガズでございます。はい。お知らせでございます。さあ、いつも使ってるこの G ラボのウクレレたち、はい、G ソリッドとかこのウクレレたちですね。いよいよ、今年はですね、もう今回最後ですよ。12月ですから。で、クリスマスもあるということで、ちょっといつもより早いんですけど、2023年の12月16日お昼ちょうどより、販売と予約受付スタートします。2023年最後の販売となりますというお知らせでございます。そしてですね、大ニュースです。今年最後の、販売期間ということで、まあ、クリスマスプレゼントということと、まあ、2023年ありがとうということで、このね、12月の、販売期間中にですね、販売、ご購入と予約いただいた方にですね、なんとこのクロス、服布ですね。ウクレレを綺麗に拭く服布をですね、プレゼントいたします。これ見てください。なんと、そのフロスにはガズレレ必須コードが書いてあるんですよ。いいでしょう。で、これでふきふきしてですね、いろんなウクレレを、皆さん、ご活用いただければというふうに思います。で、予約、商品が、在庫があるものは即ね、発送なんですけれども、ご予約の商品っていうのもあるんですよ。例えば G ソリッドとか今持ってたね、この G ソリッドウクレレ、G ソリッドとか、これ旅レレ。これがまた大好評なので旅レレ。こっちはご予約になっちゃうんですけど、これはね、ご予約の商品が到着した時に、商品と同梱して、フロスをですね、ガズレレ必須コードのフロスを一緒に、お届けしますんで、その辺をね、ご確認ください。在庫があるものはね、そのウクレレと一緒に、封入して、お届けしますよ、ということで。はい、年末、ありがとうキャンペーンプレゼントでございます。よろしくお願いします。そして12月ということで、まあ、年末年始がちょっとまたぐんでね、その辺のスケジュールのこととか、いろんなこのフロスに関することをいろいろ、ガズレレ公式ホームページのこのね、概要欄に貼ってあるページのところでご案内がありますんで、ぜひそちらで、ご確認ください。そして、まあ、いつものラインナップですけど、はい。ガズモデル、ヴィンテージシリーズ、これもすごいよ。はい。あとは、薄レレ、これコンサートですけど、ソプラナとかね。はい。で、ブラックビューティーと、こっちは、旅レレ、これは予約になりますね。あとは、G ソリッドクレでしょ。はい。いろいろあるんですよ。V 型のもありますよ、ということで。あと、これ、G ボックス、こちらもですね、受けたまわっておりますということでございます。そして、まあ、いつもの流れになるんですけど、このガズレレのね、ウクレレたちっていうのは、このフレットの、フレットが何フレットまで必要とか、ピックアップがついてるものがいいか、いらないかというとか、いろいろ選べる設定になっているんですね。そのことについて、ちょっとこの時間からですね、解説動画、貼っておくんで、もし右も左もわかんない、どんな風に選んだらいいんだろうということを、そもそも何が選べるかっていうのもね、みんな聞きたいと思うんで、この時間のところまで早送りしてもらうとガズが解説している動画貼っとくんでね、ご確認ください。で、あと忘れちゃいけない。G オーダー、セミオーダーも、受け付けてますよ、受け付けますよ、明日ね。セミオーダーっていうのは一体何かというと、これが皆さん、選んで、世界で、オリジナルの一本ができるということで、ちょっと私わかんないという方は、スタッフがですね、相談に乗って、皆さんのお好みのウクレレを、あなただけの一本をこう作っていくということで、もしね、セミオーダー、G オーダーをね、ご依頼いただいた方でご希望があれば、ガズがね、その購入していただいた方の手元に届く前に、一回試走して YouTube で、レビューをしてね、公開していくよというコーナーも、企画もございましてですね、概要欄に過去に取り上げた、セミオーダーのね、レビューの再生リスト貼っておくんで、それを見てもらいたいんですけど、そんなのもあります。セミオーダーもめちゃくちゃおすすめでございますということで、今回はお知らせでしたということでございます。はい、確認。2023年の12月16日お昼ちょうどより、ガズレレ G ラブのウクレレたちの販売予約受付スタート、今回の募集に限り、この、ガズレレ必須コードの ふきふきする綺麗綺麗な布、フロスをですね、プレゼントですよというお知らせでございました。はい。で、じゃあこの後さっきも言ったんですけど、ウクレレの選び方、このフレットとかピックアップとか、ウクレレのサイズもありますからね。コンサートサイズとかソプラノサイズとか、旅レレはもうさらにちっちゃいですけど。はい、そんなのこれからちょっとご案内しますんで、この後ご覧になってください。それでは皆さん、ガズレレ公式ホームページ概要欄に貼ってある、そこでご確認ください。さよなら、バイバイ。これかなり選べる設定になってるんですよ。それで、まずはですね、今言ったようなヴィンテージシリーズとかガズモデルとか、そういうものっていうのは、ガズレレ公式ホームページの下の方にですね、このバナーがあるんですけど、そのバナーを見てもらうと、詳しいそれぞれのモデルの解説があるんで、もうこっちを見てもらった方が早いかなと思うんですよね。で、それぞれのモデルの中で選べる設定っていうのがあるんで、今からですね、ちょっとそれを説明していきたいと思います。まず最初に、この初めてウクレレというウクレレについては、フレットとかそういうのは選べないんですよ。ピックアップもなしです。で、唯一大きさだけ、
これはソプラノサイズですけど、コンサートサイズがありますね。それと販売の時にあのアマゾンとかでもこれまあ販売できるようになってる、チューナー付きのセットみたいなのもアマゾンではあったりとかしますね。ちょっとこれだけは、別モデルになっております。でそれ以外の G ラボのわがままウクレレとか初めてウクレレとかいろいろあるんですけど、ちょっとざっくりですけどね、そのモデルによってそれぞれ違うこともあるんですけど、説明していきたいと思います。まずですね、サイズの違いですね。はい、これは、薄レレ、同じ薄レレのモデルなんですけど大きさ違うでしょ。はい、コンサートサイズ、間違えた、ソプラノサイズ、コンサートサイズで、もう一個ちょっと大きめのテナーサイズっていうのがあります。ちょっと今ねガズの家にはないんですけど、こう3段階のセットで基調選べるようになってて、全てのモデルではないんですけど、一応ソプラノ、コンサート、テナーということであります。これをまず、認識していただいてもらって、あとボディの厚さっていうのがあります。まあ今見させてもらってるのはこれ薄レレといって相当薄いでしょ。ちなみにですね、ここに普通の厚さのウクレレもあります。これブラックビューティーの普通の厚さ、これサンプルだったんですけど、見てください、こんだけ厚さが違うんですよ。これはレギュラーの厚さですね。この厚さもですね、皆さんのこのモデル、選ばれるモデルによっては、厚さが選べるものもあります。そしてですね、このピックアップというのを説明しましょう。ここにジャックといってこれ穴があって、ここにねコードを挿してアンプにつなげられるっていうモデルがあります。ちょっと値段高くなりますけど、いざという時にこのマイクっていうか、こうケーブルにつないでアンプでPA 音響にまた通せるよという機能をつけるかつけないか選べます。そしてですね、皆さんが気になるのはフレットの数が選べるっていうものはあるんですね。まあほとんどこれフレットの選べるんですけど、見てください。普段よくガズが使ってるこれガズモデルですけど、これはですね、10、11、12フレットのモデルなんですね。そうするとここに指板がこういう風になって、ガズはここでよく弾いてるよって言ってるんですけど、これが12フレットなんです。そして、片やちょっとこれ限定モデルでこの販売はないんですけど、10周年記念モデルなんですけど、これ見てください、フレットがここまであるんでしょ。フレットのこれ見てもらうと、フレットがわかる、ギリギリまでフレットがあるのとね、ほら全然違うじゃないですか。こっちは12フレットまでだけど、これはねもっとあるんですよ。何フレットまであるかというと、10、11、12、13、14、15、16フレットまであります。はい、これ何が違うかというと、まあ高音の方が弾けるわけですね。こういう風に、ここを使いたいよという方、はい、これはソロウクレレとかなんかフレーズで上の方も使いたいなという人はフレットが打ってある方を選ぶといいと思います。まあガズはですね、基本的にあんまり上の方の音を使わないというのと、ここのね、木のここの指板の上でガズはこうストロークするのがすごくやりやすいんでね、あえてここにフレット打ってないと選んでるんですけど、これ選べるのが G ラボウクレレの特徴でございます。これいいですよね。プレイスタイルによって選べると。ざっくりですけど、モデルによってねちょっといろいろ細かい違いはあるんですけど、どうやって選ぶかというと、概要欄に貼ってあるウクレレのね、詳しくはこちらみたいな、ホームページのトップページのこのバナーなんです。ここに行ってもらうと、そのモデル、例えばガズモデルだったりブラックビューティーをクリックすると、選ぶこうプルダウンの設定で選んでいくみたいなのがありますんでね。はい、そんな風になってます。あとね、セミオーダー、 G オーダーっていうセミオーダーがあるんですけど、こっちはですねかなり自由度高く選べるようになってます。そして私わかんないなとか、どういうのがあるんだろう、わかんないという風に思う方、スタッフがですね相談に乗りますんで、お気軽にですね、お問い合わせください。どんなお問い合わせ、プレイスタイルとか相談して、スタッフが皆さんに助言をすることができると思いますんで、まあまあ知らないで、ね、選べるって言ってもどんなのか分かんないって方もいらっしゃると思いますから、お気軽に相談していただければというふうに思います。 G オーダーはですね、もう本当ものすごい可能性があります。色ももう何十種類からも選べるようになってますからね。はい、そういうことがですね、まあさっきも言ったように、ガズレ公式ホームページのこの辺のところにずらっと並んでますんで、ちょっと一回よく見てもらってですね、ガズレレ G ラボのウクレレのことをちょっと知ってもらうと嬉しいかなというふうに思います。はい、そんな感じで選べる喜びがあるのがね、この G ラボウクレレの素晴らしいところで、でも一個だけ、よう間違いないウクレレですから、もう最強最強最高のウクレレ、音がもう弾きやすさ、弦高の低さと、このプレイビリティの高さですね、めちゃめちゃいいです。一回弾いていただいた方はこのね良さはもう分かっていただけたと思うんですけど、これ薄いんですよ。この薄さなのにこの鳴り、もちろん普通のレギュラーサイズのウクレレだったら、まあさらにふっくらした音が鳴るとか、まあ、いつもですねガズレレ YouTube のレッスン動画でこのとろけるようなサウンドを、弾いていただけてると思うんですけども、本当にねいい音です。
弱くなります。そして育てていき、ウクレレなんですよ。ジーンズとかレザーみたいに使えば使うほどその人の色に染まっていって、やっと買った時よりもどん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 良くなってくるんです。いろんなこと、音も良くなってくるし、雰囲気も丸くなってきて、とろみが出てきて、なんかこうやっぱりね、優しみが出てくるっていうか、そんなハンドメイドウクレレです。これ本当に1本ずつね、1本ずつ手が込んでる、もうすごいんですから、ぜひ皆さんね、これチェックしてもらいたいです。